どうも、のっちー TV です。本日はですね、ウマ娘プリティダビー、こちらのゲーム実況動画をやっていきたいと思います。で、今回の動画では初心者向け継承ウマ娘の作成方法をやっていきたいと思います。のっちー TV ではいろいろな育成法の動画などを出していますが、まず強い親ウマ娘がいないという方もいると思います。なので今回はですね、始めたての初心者の方でもある程度有用な継承元の親ウマ娘の作り方についてやっていきたいと思います。で、まずは継承元の親ウマ娘、いいウマ娘を作るために、レンタル用のウマ娘を借りるフレンドをフォローしてください。で、そのフレンドをフォローする方法は、ツイッターだったり掲示板で検索してやるんですけども、その時に検索とかで探す目安があります。で、その時なんですけども、その親ウマ娘の目安なんですけども、まずこの青因子の星3因子があるウマ娘を探してください。で、特に今だとパワーとかスタミナに星3がついているウマ娘がおすすめです。で、あとはこの赤因子に星3がついているウマ娘、これも結構重要なところとなります。で、ジェミニハイに向けて親を作っていきたい場合は、ここの長距離が星3とかね、あとは芝が星3とか、そういうウマ娘を探してみてください。で、プラスしてね、 URA シナリオという因子がある親ウマ娘もいいです。で、ここは URA シナリオが例えば星2以上、今回この例だと星3なんですけども、こういうウマ娘を探してみるということです。で、このフレンドを探すときに、結構ね、こういう娘見つけるのは難しいかもしれません。ただし、ここは、親ウマ娘としてね、いい娘を探すのは、ウマ娘のね、その重要なところではあるので、ちょっとね、頑張って探してみるっていうのも大事です。一応、探し方とかもあるんで、それは別の動画でやりたいと思います。で、今回ここでね、この親の直近の親だけを、重視してください。ここですね。で、これ何を言ってるかというと、例えばこの青が星3星3星3で、青星9の URA もめっちゃついてる UR9 とかのウマ娘はもうフォロー枠がいっぱいで見つけることが難しいです。なんで今回この一例で出させていただいている方も、この親のね、親おじいちゃんとかにはこの URA とかがなかったりします。で、これでも大丈夫なので、この直近の親がこの条件を満たすようなウマ娘を探してください。全員にこのね、 URA がついていればベストではあるんですけども、そういうウマ娘はあまり見つけにくいので、今回はこの親だけに限ってこの条件で探してみてください。なんでここで言いたいのは、このおじいちゃんおばあちゃんまで完璧なね、 URA が8とか9とかのは見つけにくいんで、そこは考えないで、この直近の親だけでまずは考えてください。そうすると少しはね、探しやすくなるんで、ここを重視してください。はい、で、次にレンタルから自分の自前の親の因子について話していきたいと思います。自前の親に関しては、星3の青があれば、その星3因子が持ってるウマ娘、これを重視してください。ここに関してはまだね、因子厳選の段階だと思うので、星3があれば星3っていうのが一番ベストです。で、もしね、ここに星3がない場合なんですけども、例えば今回ジェミニハイに向けてのすぐ使えるウマ娘を作りたい場合は、青は星2とかでもいいので、赤の星3因子があるウマ娘を親にしてみてください。で、あとはね、 URA とかがもしね、星1でもついていればかなりいいので、こういう青に赤3、URA1 以上みたいな感じを親ウマ娘にするのもありだということです。はい、で、このね、自前のウマ娘の方のマックなんですけども、星3があれば星3がベストです。青因子の星3は、初期のこの継承の段階でまず21とかね、こういう風にステータスが上がるので、この確実にステータス上がるということが強いです。で、あとはボタンを押せという4月の継承の時にも、確実にステータスが上がるので、この青の星3因子というのが一番重視されるものです。一応例外としては、相性によって青の因子からボタンを押せで上がらないこともあるんですけども、ここでは基本的な解説として、確実にステが上がる青の星3因子を重視してください。で、あとは今回ジェミニハイに向けてというところも考えると、この赤の星3因子はかなり強いです。これについてはこのサムネイルの表示されている動画で詳しく解説しております。詳しく知りたい方はこちらの動画も参照してみてください。
で、ここでは簡単に説明すると、星3、赤石の星3はボタンを押せの時にね、受け継ぐ確率が高い、まあ、出やすいということですね。なんで赤石っていうのはやっぱり長距離とかね、芝とかを S にしたいという意図で入れているので、そのボタンを押せで出現する確率が高い方がいいんですよ。なんで今回ジェミニ杯に向けてというふうに考えた場合は、赤石の星3もかなり重視されるものになります。でさらに深いところまで説明すると、例えばこの長距離の適性を S にしたとします。この赤因子が引き継がれて、A から S になった場合、この場合スピードのステータスに補正がかかるんですけども、簡単に言うと長距離を A から S にした場合、スピードがだいたい100上がるみたいな感じで捉えてもらって大丈夫です。でこのスピードが100上がるっていうのが、この A から S になるだけでね実現するので、この適性を A から S にするっていうのは非常に強い育成となります。で練習でね100上げる場合は、例えばまあ最低でも2ターンとかね練習しないとダメ、上振れで2ターンみたいな感じなので、その分のステータスを稼げるこの適性を S にするということは非常に強力になりますので、この赤の星3因子が重視されるということになります。はい、そして次に自前の親の因子で URA を星1以上、まあ、星1とか星2でもいいので、それをあればつけていきたいという話をします。でまず一つ目なんですけども、 URA 因子というのはボタンを押せというところでステータスが10から30上がったりします。でその振れ幅がランダムなんですけども、この URA 因子の星3の意味の一つとしては、星3だとその30上がるというのが選択されやすいということになっています。これは何を言ってるかというと、別の言い方をすると、まあ、星2の因子を出た時でも30上がる可能性はあります。まあ、確率が高いものではないんですけども、星2で30上がることもあります。なのでまず UR 因子は、まあ、星3の方が、まあ、ベストではあるんですけども、星2とかでも使えるということになっています。はい、でもう一つが、この自分で用意する親に URA 因子が星1でもついていればいいということについても説明します。で例えば育成するときに、まあ、最後ね白因子がつくところで、親が URA 因子を持っていると子供にも URA 因子がつきやすくなるということがあります。これは詳しくは白因子のつけ方、これが知りたかったという動画でね解説していますので、そちらを参照してみてください。でここでは簡単に言うと、親が URA あると子供もね URA が出やすくなるということなので、もしあれば URA 因子星1でもいいので、親のね馬娘についているとありがたいという感じになっております。はい、続いてはですね、借りて実際に育成するときの話をしていきたいと思います。でまず前提として、育成のときにステータスを B 以上にしないと星3因子は出ないというものになります。青因子の星3が出るのはステータス、この評価値ではなくて、例えばこのパワーとかのステータスの値が B 以上になっていると、そのステータスが選ばれた時に星3因子が出る確率があります。でそこで数パーセントで青因子星3が出るということです。でもう一つあるのが、そのステータスをね SS の1100以上、ステータスを1100以上にして、そのステータスが選ばれた時には星3の出る確率が上がります。なのでできればこの因子用の親馬娘を作っていく場合は、例えばですがパワーを1100以上にできるように育成していくのもありです。この1100以上というところで星3の確率が上がるので、そこにも注意してやってみるのもありです。で特に今回解説しているのは、まあ、パワーとかスタミナの因子が重視されるので、例えばパワー星3を狙っていきたいときはパワーを1100以上にするということです。はい、ということで以上踏まえてなんですけども、まずはフレンドの青さんと赤さんを受け継ぎます。でここが非常に大事で、まあ、フレンドの親馬娘は借りたらここに表示されてね、2段目に表示されて、ここの青のさん、赤のさん、 URA とかを使うことができます。この時点でまあ結構いい親、おじいちゃんとしてはいい親になります。で自分の方はまあ星3があれば星3を入れるっていう感じにしたら、まず親でねこの星がまあ6確保されます。で赤も3あるものが作れる、この時点で。なんでまあこういう風にやっていくのがいいです。でもう一個注意点なんですけども、最初このフレンドを使う育成というのは強い馬娘を作る場合じゃなくて、因子狙いで育成していくのがおすすめです。フレンドの馬娘は結構その青が9個あったり URA がめっちゃあったりみたいな感じで、強い馬娘作るときにね使いたいっていうのはあるんですけども、レンタル回数は1日3回に制限されているので、このフレンドは因子を作るのにまずは使っていくのがいいです。
まあ、ここがね強い馬娘作るのに使いたくなるんですけど、インシネラ育成に使っていくのがおすすめです。その理由は1日3回しかないからということになっております。で、あとはね、狙いたいステータスを SS 狙っていくデッキでやっていくということです。まあ、これに関しては自分もパワーのカードを2枚入れたり、まあ、あとはね、足りない場合は数を変えていただくっていう感じでやって、まあ、パワーの育成をしたりします。例えばこれメジロマックイーンなんですけども、まあ、完全に飲酒用みたいな感じで育成していて、まあ、パワーこれ1100はいってないんですけども、パワーがいけるようなデッキを採用して、まあ、こんな感じでスピードとかを伸ばすんじゃなくてパワー育成みたいな感じで、まあ、できればスタミナ SS パワー SS とかね、こういう育成をするのもありだと思います。まあ、ここはデッキの力によっても変わってくるので、まあ、最低でもスピード B 以上、スタミナ B 以上、パワーが SS とかね、そういう風にやっていくのがいいです。はい、ということでね、まあ、一応まとめなんですけども、この赤因子の星3というのも重視されるということが非常に重要となるので、まあ、ここだけでも覚えて帰ってみてください。まあ、他にもね参考になる動画を上げているので、チャンネル登録まだの方はぜひともチャンネル登録をよろしくお願いします。それではノッチン TV でした。最後までご視聴ありがとうございました。次のウマ娘動画でお会いしましょう。それではまたな、バイバイ。